こんにちは。今日はですね、ディズニー好きの私にとってすごくすごくたまらないゲームに出会ってしまったので、今日はそちらをやっていきたいと思います。そのゲームというのがこちら、つむつむランド。もうこれ最近ずっとハマってて永遠にやっちゃうんですよ。ディズニーが大好きな方は間違いなくハマると思うので、最後まで隅々までよーく見てほしいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ちなみに今リメンバーミーという映画が公開されてますよね。皆さんもう見ましたか？実は私も初日にリメンバーミーを見てきて、もうね、映画館がね湖になっちゃうんじゃないかっていうぐらい泣きました。それはね冗談なんですけど、ほんと涙が止まらなくて、ポタ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 ってずっと垂れてました。ぜひ映画館で見てほしいので、ここでは絶対ネタバレをしないんですけど、設定というか世界観に圧倒されたし、映像もすごい綺麗だし、すごい心が温まるストーリーで、家族とか恋人とか友達とか大切な方と見てほしい映画だなって思いましたね。でね、そのリメンバーミーの公開記念で3月14日の15時から4月13日の14時59分まで期間限定でログインボーナスというものをやってます。このね、ログインボーナス1日目でなんとアナと雪の女王のオラフのつむがゲットできるんです。せっかくなので今日はこのオラフのつむと一緒に遊んでいきたいと思います。まずこの下のマイつむというところを押すと、自分の持っているつむを見ることができます。私ね、今この S ランクのファンタジアミッキーっていうものをね使ってるんですよ。これもねすごい可愛いんだけど、今回はこのオラフがマイツムにセットされたわけなんですけど、マイツムって何っていう感じでしょ。このマイツムっていうのにセットすると、ゲームでね遊ぶ時にオラフだったらオラフのツムのスキルを発動することができます。ちなみにオラフのツムのスキルは、コンボゲージが回復し中央のツムバブルが割れるということです。ツムにもこうレベルがあってどんどん育てていくっていう感じになります。育てていくのはちょっと後で紹介するんですけど、私一個ね感動したのがあって、このツムカメラっていうの気になりません？これね押しますよ。で今すぐ写真を撮る、まあアルバムから選ぶこともできるんですけど、今日は写真を撮っていきましょう。自分が見えますよね。自分が見えて、右下のツムを追加で、落とす場所をタップ。ひゃー、かわいい。ほら、落とす場所をタップ。ほら、頭の上に乗ったの。真ん中のキラキラしてるフレームみたいなのをタップすると、なんとじゃじゃん、フレームになっています。ライトもいろいろあるんだ。こうやってね、晴れとかもできるし、曇り、オラフのねこう色合いが変わっています。高度な設定とかもありますよ。こんな感じでサイドとかも上げれるし、オラフがピンクになっちゃった。おお、こんな感じになりました。表情も変えられるらしいんだけど、私はまだオラフをしっかり育ててあげれてないので、レベル30とかレベル50から表情を変えることもできます。表情を変えるとどうなるかっていうと、ファンタジアミッキーはね結構育ててるから、いけるかな。表情、ほら、表情1。お、目つぶった。戻すとノーマル、こんな感じです。すごいすごい、おおミッキーそれではね早速ステージに挑戦していきたいと思います。こんな感じでアトラクションとかがいっぱいあります。ミッキーズハウス、ミートミッキーとか、イッツアスモールワールドとか、ビッグサンダーマウンテン、それからザ・ホーンテッドマンションもあります。でこれだけじゃないんですよ。実は別マップっていうものがあって、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3ってね、かなりいっぱいあります。このね、次のマップ何のアトラクションなのかなっていうのが楽しみで、どんどん進めちゃうんですよ。今回はですね、ドキドキワクワクな感じにしたくて、このマップの一番最後のアトラクションの一番最後の状態にセットしました。
だからこれをクリアしたら次のマップが見れるっていう場所です。あーもう本当にドキドキする。次何か知らないの。じゃあホーンテッドマンション挑戦していきます。はい、こんな感じでね、アトラクションがあるんですけれども、挑戦していきます。待って待って、なんかオラフが怯えてるんだけど、怯えてんのかなこれ。いやー大丈夫かな。オラフすごい緊張してる。すごい楽しい。これね、必ず私はねイヤホンありでやってます。今右上にクリア目標っていうのが出てると思うんですけど、今回はとりあえず10万2000点をクリアすればクリアということです。これは同じ積むのバブルを4つ以上つなげるとどんどんスコアが稼げるというものになってます。なんだけど、キャラクターの積むのバブル以外にもなんか風船のようなものとか、ミッキーの形をしたバブル液っていうものがあったりとか、あと矢印が書いてあるものとかあったりすると思うんですが、これはね当てるとそれぞれ効果を発揮してくれるので、ここにぶつけると有利です。で、この氷のようなハードバブルっていうんだけど、これは隣にある風船のようなバルーンバブルで割ることができるので、まずはこのバルーンバブルにオラフの粒を当てていきます。じゃん、ほら弾けてなくなりました。こんな感じでどんどん進めていきます。次どうしようかな。この矢印に当てようかな。おー、でもまだスコアが5368。使っていい残りのバブルがあと8個しかないんですよ。あと8個で10万2000までいかなきゃいけないの。よし、これをよし。でね、このゲームの何と言ってもいいところは制限時間がないんですよ。なので、私ゲームやるとすごい焦っちゃうの。あ、やばいやばいやばいってなっちゃうんだけど、これはね落ち着いて考えることができるのですごいいいですね。なんだけどね、この音楽が心地よすぎて、この間ね電車の中でやってた時に制限時間もないからこのまま寝て、で起きたらまだねもう20分ぐらい経ってたんだけど、この画面のままでした。ここだな。よしよし、ここでねオラフのスキルゲージが溜まったのでスキルを発動します。この左下ですね、スキルゲージ。どんな感じなんだろう。いきまーす。あ、かわいい。すごい雪、あ、雪の結晶がファッてなった。かわいい。このね、どれだけスキルゲージを貯められるかっていうのもね、クリアの秘訣だと思うので、どんどんやっていきます。この壁に当てるっていうのもいいよね。ほっ、あー、ダメだ。この矢印のところにアローに行きたい。よし、あれ、また止まった。お、ほっ、9万、あと1万でクリアです。でーす。ほっ、おー、ほっ、やった、クリアクリア。このゲームはクリアなんだけど、この星が3つまでできます。なんか一応1個星を貯めるとこのゲーム自体はクリアできて次のものに進めるんだけど、なんか3つ貯めて完全クリアかな。だから2つの楽しみ方というか、このゲームをクリアしても3つ星をね完璧に貯めるまでっていう遊び方もできるかなと思います。左側の矢印アローに当てて、右の矢印に行かせて、で上まで行くっていうルートできます。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。結構来た結構来た。わー、かわいい。これは笑う、初めの時にニコって笑うんだよね、みんな。そのツムたちがみんな笑うの。わー、コンプリート、やったー。よし、あれ
たよね。クリアしたクリアした。で別マップ、あれダメなのかな。あ、ここやってなかったんだ。アトラクションの一番最後の状態にセットしました。よし、じゃあここはちょっと頑張ってクリアしましょう。ここはね、ビッグサンダーマウンテンに来ました。クリアならず。クリアできなかった。これね、メインストリートでツムを育てようということなので、メインストリートに行ってみましょう。こちらの下にあるメインストリートをタップします。そうするとこんな感じで私の持っているツムがね、こういっぱいいますね。可愛くない？ポップコーンワゴンとかチュロスのワゴンとかね、自分で建てられるんですよ。チュロスのさ、これミッキーの洋服みたいになってない？ツムたち、例えばこのオラフ今強化したいので、押すとお菓子が欲しいって言ってます。これお買い物させてあげます。で、どうしよっかな。じゃあこのチュロスをあげましょう。40個オラフに食べてもらいましょう。はい、40個チュロスとかもう膨れちゃうよね。ほら、ここで、あ、チュロスゲット。グッドチョイスボーナスってのもありますね。レベルアップ、お、22になりました、一気に。でね、これ今のオラフが嬉しいってなってパレードのポイントが貯まるとパレードもすることができるんですよ。これもやばいの。ちなみにこの音符のルンルンってマークは見えると思うんだけど、このツムはお出かけっていうものから帰ってきたツムです。お買い物させた方がねいいかなって思いがちだと思うんだけど、実はね、このお出かけの方がフレンドボーナスと仲良し度ボーナスっていうのがね入るのでお得です。でね、3月14日の15時から4月13日の14時59分の期間はリアルフレンドの場合にもらえるリアフレボーナスっていうのがね、期間限定で大幅アップしてるみたいなので、こっちの方がお得ですね。リアルフレンドっていうのは QR コード経由で友達になったフレンドのことなんですけど、ちなみに私は妹しかリアルフレンドがいないので、ぜひ募集します。ちょっと音楽が変わりましたね。なんかこんな感じ、なんか夜っぽくなりましたね。じゃあこちらもパレードを開催します。パレードとフレンドからチケットが届いた。パレードって言ってもただパレードが行われるだけじゃないんですよ。じゃあやりますよ、スタート。皆様、まもなくパレードが始まります。始まります。来た来た来た。でもね、このバブルをねボン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 ってやっていくんですよ。そうするとこれが自分にね手に入るんです。で、ポイントに加算されるのでどんどんやっていきます。おお、急にね、いろんなとこから出てくるからね、ふわってなっちゃう。あー、どうしようってなるね。おお、出てきた出てきた。あー、いっちゃった。あー、よしよしよし。おー、わー、あ、オラフのツムみたいなのがいたよ。やったやった。マイツムにセットしてるのでオラフのポイントも上がりました。わー、花火も綺麗。テンション上がるでしょ。もう絶対ね、ディズニー好きはもう感動すること間違いなしですから。クリアー。あった
ツムツムチャンス。お、1000コイン当たった。お、初回クリア。お、なんか当たったよ。なんだなんだ。おー、いい量でした。オッケー、来た。新しいガイドマップが登場しました。来た来た来た。なんだと思うこれ。すごい。ちょっと待って待って。じゃあせーので開きますよ。せーの。なになに、まだわかんないんだこっちは。へー、あ、でもなんかちょっと見える。右側がジャングルクルーズ、そして左下はスペースマウンテンって書いてあるかな。もうね、そのアトラクションアトラクションで音楽も違ってくるし、出てくるキャラクターも違うし、めちゃくちゃもうどこに行っても楽しみですね。まだあとマップ4まで一応今はあります。でもなんか新しいマップも追加されるのかな。はい、ということで今回はつむつむランドをやってみました。もう私は本当にディズニーが大好きで、つむつむランドに出会った時はなんでこのゲームすごいと思って感動したし、音楽もとってもいいし、キャラクターも可愛いし、アプリのゲームでこんなに楽しめるんだってもう思ったゲームだったので、ぜひぜひディズニーが大好きな方、つむつむランドで遊んでみてはいかがでしょうか。つむつむランドが気になった方はぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。4月13日の14時59分までならオラフがね確実にゲットできるので、今見た方はすぐダウンロードしてくださいね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。